西山慎吾、横須賀増収補給所感染部機関課です。感染の定期的な検査と感染が壊れたときに、修理をするような業務を行っております。大学が海事科学部っていう船に関する学科に所属してまして、大学で学んだ船の知識や乗船実習とかの経験を生かして海に関わる仕事がしたいと思ったからです。故障とかで緊急の任務とかありますので、そういう時に急ぎで乗員さんと調整して船を早急に直すことで乗員さんから感謝されることです。他の民間の商船に行きますと、ディーゼルエンジンが主流になってますので、おそらくディーゼル系の機器しか触れないっていうところはあると思うんですけれども、海上自衛隊に入るとガスタービンで動いている艦船もありますので、特殊な艦船の整備に関することも取り扱うことができるっていうのが魅力だと思います。艦船に搭載している、自分の所掌機器になると思うんですけれども、その機器の作動原理であったり、さらに知識を深めていきたいっていうのがあります。経験を積んでいけば、突発的な事象が起きた時に過去の事象から故障対応することができますので、そういった知識をちょっと深めていきたいなっていうふうに思ってます。やることもちょっと覚えることも多分多いとは思うんですけれども、入ってしまえば、先輩方はすごい優しく教えてくれますので、特に不安とか抱く必要もないので、分からなかったら周りの方に聞いて、それで仕事していけば徐々にできるようになっていくと思います。やる気があれば大丈夫だと思います。